これで一回使えんの。高いですね。今日もテンション高いですね。はーい、MC はことこと乾くんとハーツミュージックスタジオ石田です。はい、よろしくお願いします。新年度迎えましたね。新年度迎えましたね。新年度迎えました。4月ですよ。もう春っすよ。春ですね。春、うん、これ結局番組は継続っていうことでね、なんか自然に詰まってなんか、はい、なんかリバーブかかってます。いい感じですよ。このまましといてください。はい、なんでいや、まあ全然気にせんといてください。なんで、はい、兄さんは3月末ぐらいから先週ね、はい、特番やられてたみたいで、僕ちょっとスタジオで来れなかったんですけど、はい、どうでしたか、はい、特番の様子は。特番ね、先週、はい、そうなんですよ、剛さんっていうか、はい、まあこのね番組の前に大体指名作家の、はい、剛さんとあと、はい、水曜日ですかね、はい、何時からだ、8時半かね、8時半だ、はい、じゃなくて大橋さんの番組8時半、あ、うん、水曜日に、はい、大体世界の大橋、はいはいはい、作曲家のね、はい、3人で朝早くから、はい、もうむさ苦しい3人男3人で、はい、爽やかな朝をなんかアップしましたよね。Facebook で3人ともなんか奈良公園におる的なね、アップしましたもんね。男さんにでね、なんかこう爽やかなこう奈良公園をこう怪我してきました、はい、ああいいですね。その時の3人のスリーショットの写真とかはないんですか。スリーショット写真あります？ありましたっけ。あ、動画が、まあ、あとね動画もあるんで。あ、そうなんですね、うん、あ、ぜひぜひ見せてください。なんかハイライトみたいな感じでちゃんと編集はしてくれてます。うん、ちゃんとしてますよ。ほんますか。何分ぐらいでしたっけ。4、5分で、まあ、あ、いい感じですね。まあ、いい感じね。まあ、途中までね。はい。で、石田さんは僕の方は、最近ちょっとライブを立て続けに3本ぐらいですかね。うん、ちょっと、行ってましたかね。あれなんかあれですよね。そっち、リバーブかかってますか。リバーブっすか。声がですよね。はい。ですよね。はい。なぜ。そうですね、僕はその3連続、奈良新大宮にある、はい、クラブ G っていうところ、はい、まあ、ライブバー的なところなんですけど、はい、そこでちょっと、まあ、企画っぽいことを、あ、そうですね、はい、やらせてもらってて、はいはい、で、まあ、それとあとサンシャーサプライズのレコ発ファイナル、はい、あ、行ってきました。あれも行ってきまして。あ、どうでした。サンシャワーは普通にまあまあまあ、もうね、初めの頃から思うと全然すごい成長してますし、はいはい、まあ、かといってね、はい、まあ、いろいろここどうなんちゃうんとか、あとの終わってからの DVD とか、はい、もう見てチェック。イヌさんも前スタジオ来られた時、ね、軽く流れてたでしょ。だからそんなんでちょっと見て、まあ、僕からの意見っていうんですかね、別にそのバンドこうしろとかじゃなくて、はい、ただ意見ちょっとね言わせてもらってっていう感じで、ほんでラビッツプラン、その時奈良のね、はい、今、はい、まあまあ、キッズオーラルとか平田優也とかいますけど、はい、その下の世代のその2組っていうのが一緒に対バンやったんで、はい、まあ、すごく僕自身も興味があったんで見てきましたね。私はね、この間あの、はい、ラビットプランのファイナル、はい、ネバーランドで、はあはあ、ユニット、あれ行ったんですか。あ、行きましたね。すごいお客さんやったでしょ。すごいいっぱいでね、はい、でこう熱狂的なファンがね、はい、こう天井にこうぶら下がってて、あやってますね。イニさんぶら下がらなかったんですか。私はぶら下がらない、後ろの方でこう、あ、ほんまっすか、こそーっと見ててね、あはははは、ボーカルのテナ、はい、
あの子ね、もうこう、こうステージがこう飛び出してくるんだけど、頭が天井打ちそうでね、あだいぶあのボーカリストとして表現力とか歌の技術とかもついてたでしょ。もう全然成長してると思います。そうでしょ、うん、だからなんかセナが僕変わったなと思ったのが、うん、一回そのジン、ソウルビートの企画の時にジンっていうバンドが東京から来た時に、うんうんうん、なんすかね、うん、そのボーカル見た時にセナがすごいもう、まあ、憧れたって言ったら変なんですけど、はあはあ、そっからですね、ほんまになんかこう、はあ、急に変わったって言ったら、はあ、はい、なんかそんな感じがしてね、すごく最高でした。で、ね、まあ、セナもねいろいろ考えてやってます、ね、とりあえずね今あの2組がまあまあまあ、まあ、ね、僕らから見て目に見えて頑張ってるというか、うん、その動きがはっきりこっちにも分かりやすいというか、はい、ね、いう感じで活動してくれてるんで、うん、でもネバランドは危ないっすよね。何でなんすか？天井が低いから。ああ、そうですね。もう本当になんか音なんか普通、まあ、男子なら多分ね、はい、本当天井にねこう手上げたら多分つくんじゃないかなって、チャーさん見に行った時も言ってました。こう天井が狭いって言って手をいつものパフォーマンスで上げた時になんかもう全然届くみたいなこと言ってありましたね。あったんだって、ポムギターのポムなんかちょっと危ないでみたいな、はい、結構 背があるじゃないですか。そうですね、うん、ポムもカズキも、ね、身長ありますし。そうですよね。そうですね。あと、あれっすよ、昨日もなんですけど、はい、その、はい、奈良の、はい、まあ、ラップのユニットというか、ロガホリックっていう、はい、まあ、ラップのグループいるんですけど、はいはいはい、そこの、まあ、解散ワンマンライブ&レコ発みたいなイベントがあったんですよ。それも、ね、一応昨日見に行かせてもらって、ほんで、まあ、まあ、お客さんもやっぱね、もう150超えるぐらい集まってて、でやっぱもうそのライブが最後やったんで、うん、はい、すごくこう、まあ、全部残念ですよね。そうですね、まあでも活動的な感じで、うん、打ち上げまでね、僕参加させてもらったんですけど、うん、やっぱりこう、まあいろいろ他のメンバーで思うこともあったりとかで、はい、まあね、みんな音楽やめるわけではないんですけど、はい、まあ別々の道を歩いていくという感じで。そうですよね、はい、これ なんで石田さんの声だけリバウンドがいいじゃないですか。いい響きしてますかね。うん、ね、はい、なんかこの声はどっから聞こえてるの？何どっから聞こえてるのみたいな。多分向こうからのパソコンからのあれちゃいます？あ、そうなんですか。はい、あれからのがそのリバーブかかってって感じじゃないですかね。っていう感じですね。このね、ラビッツの BGM 流れて、はい、あの私の2曲も好きなんですよね。2曲目タイトルはグッバイメロディー。あ、グッバイメロディー、今も結構ツボですね。それも歌ってましたよね。へ、っていう感じで犬さんもまあまあまあいろいろやってはったんですよね。はい、そうですね、はい、そうなんですよ。ほんで4月になって、はい、まあ4月になっていろいろ多分変化あったと思うんですよ、はい、ハーツミュージックスタジオも料金体系でやったりとか。ああ、はいはいはい、まあいろんなね、それはね、ですよね。でも、でもあれですよね、その消費税増税なのに、そうですね、スタジオ代が、え、まあまあ、値下げ実質値下げみたいな感じですかね。、うん、そのスタジオ料金が据え置きなんで、ね、なんか太っ腹に出ましたね。いや、やっぱこうね、まだスタジオとして全然できてないところもいっぱいあるし、うん、じゃあこのタイミングでね、なんかこう、うん、まあ、増税やからといってこう、値段を上げていいものかと、うん、あとプラスあのその大学生の料金をちょっともう完全値下げっていう感じで、はい、あ、カード、はい、大学生も学生の料金、そうですね、学生料金でいけるみたいな感じで、はい、そんな風にちょっと変えましたね。あれはでもまあ大学生のコーラ僕ずっとね、うん、まあちょっと店長やってて見てて、そのやっぱ高校生ももちろんお金ないんですけど、うん、大学生もまあまあ、うん、それなりに、うん、まあ学生は学生ですからね。そうです、そうです、社会人じゃないんでね、やっぱりこうなかったりもするんで、うん、じゃあそれでもね、お金がないから練習せえへんとか、うん、そんなん言ってほしくなくて、ね、やっぱお金 なかったらないなりに、うん、まあね、なんぼかやってほしいん で、うん、でね、まあそういう意味も込めて、まあちょっとでも練習してもらえるようにっていうことで、今回はそんな感じにしましたね。うん、なかなかね、こうお客目線というか、お客さん目線というか、また犬さんも遊びに来てください。はい、遊びに来ますわ。ね、
もう私あんまりスタジオ使うことないんですけどね。まあ自分のとこありますもんね。まあですね、まあ、はい、私とこもね変化、まあ変化というか私の、まあ、会社のエデンフィールドの変化といえば、はい、ちょっとまあ今まで、まあ以前まあレーベルもやってた、はいはいはい、CD を出してたんですけど、はい、それをちょっと再開しようかなと思いまして、ほう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 、でいろいろ今今日もちょっと法務局に、はい、ちょっと定款のちょっと修正というか定款の変更に行ったりとか、あと取引先とのちょっと契約の詰めとかもしなきゃいけないんですけど、はい、まあ、その辺をちょっと今進めてまして、はい、で、まあ、第1弾にちょっともうすでに発売になってるんですけど、はい、まあ、奈良県奈良市の CD を、はいはいはい、まあ、私エデンフィールドで販売を委託、あ、そしたらユニーさんのエデンフィールドのレーベルからまあ出ると、そうですね、レーベル販売、ほう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 、まあ、販売委託という形で、はいはいはい、うん、まあ、すでに12月、去年の12月の1日には発売してるんですけど、はい、給付っていう扱いで、はは、全国発売をもう4月あの1日かな、ほう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 、あ、4月何日だ、先週ちょっと日付忘れた。うん、まあもう開始してるということで、はいはいはい、うん、あの全国のタワーレコード、はい、HMV とか、あの主要、まあそういう CD ショップで、はいはいはい、まあ、予約購入いただけるんで、あ、はい、皆さん買いに行ってくださいね。ぜひ奈良市を広めてください。そう、そうですね、まあ、奈良はねちょっとねタワレコさんが柏原のね、そうですね、イオンさんにあるぐらいなんですけど、はい、まあ、イトーヨーカ堂の中にあのビッグさん、はいはいはい、ビッグっていうショップもありますし、CD 屋さんが入ったんですよね、僕知らないですけど、ありますし、そうです、郡山イオンの中にもビッグさんがあるんで、はい、はあはあ、まあ、そこでも言う話は言っていただければ、はいはい、できると思うんで、はあはあ、 まあ、あとは今後の展開でちょっとはい、グレッジヴァンガード、グレッジヴァンガードもご存知ですか？はい、知ってます、知ってます、郡山城にも書店なのか雑貨屋なのか、まあ、雑貨屋でしょう、多分、うん、あれ元は書店なんですけど、はい。うん、あそこもねちょっと今ちょっと展開の視野に入れてて、おうほうほう、ちょっと営業かけようかなとは思ってるんですよね。うん、うん、まあ、どこかでちょっとショップで見かけましたら、はい、ぜひ CD なんでお買い求めくださいね。よろしくお願いします。ただちょっとね4月から消費税 8% になってるんで、なんぼすか値段はズバリ、ね、一応税抜き価格が1143円なんですよ、はい、で、まあ、その 5% の時で1200円だったんで、はいはいはい、その定価がちょっと変わってしまうんですよね、はいはいはい、ああそうですね、はい、そういうことですね、 8% になっちゃうんで、あ、そうか、だから1143円の 8% なんですかね、はい、まあ、あとはちょっと店頭のそのね方針にもよるんで、あ、ちょっとその辺は金額はちょっとその各店舗でまだはっきりと聞いていただいた方が、はいはいはい、確実だとは思います。了解です、はい、そしてまあこの奈良市つながりじゃないですけど、はいはい、まあ、今度この奈良市の歌を歌ってるみりちゃんがですね、ね、4月の26日、はい、土曜日、はい、ですね、あのイトーヨーカ堂の 7.4 階イベント広場でね、はい、ディアズナラコレクションという、はあはあはあ、まあ、ディアズナラチャンネルね、ここ の、 まあ、主催というか、はあ、企画で、まあ、ちょっとファッションショーをするんですけども、はあはあ、ただファッションショーだけではなくて、いろんなそういう奈良のアーティストさんの、はい、まあ、インスタライブ、はいはい、まあ、そちらの方にちょっとこの奈良市、奈良県奈良市の歌ってる、はい、まあ、しげとしみりちゃん、はい、がちょっとライブをすることになってます、はい、まあ、もちろんね、奈良 の平田優也もね、あ、優也も出るんですね、うん、出るんですね、で、奈良県奈良 C 賞、これ奈良 C 賞とか言ってますけど、これ何するんですか、賞って、賞はこれは歌と踊りですね、奈良 C の曲かけて、そうそうそう、ここで奈良 C 踊るみたいな感じですか、歌とね、はいはいはい、まあ、この、まあ、彼女は歌うんですけどね、はしげとすみ、あとこの美魔女コスメ体験ステージってこれは一体どういうことですか、美魔女ってご存知ですか、はい、まあ、まあ言葉的に見たらね大体わかりますよね、まあ、テレビとかね、はい、よく話題になってる、まあ、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、なんか40代50代の女性かな、はい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 、もうなんかこう美しくするなんかそういう
あるんですよね、トレーニングみたいな、なんかそんなんあるんですか。なんかあるんで、ほんでコンテストもあるんですよ。へー、あのそういう美魔女コンテスト、国民的美魔女コンテストかな、あそういうのもあって、でそれのなんかそういうなんか、まあ、タイアップなのかな、はいはいはい、そういうのをなんかそういう美魔女の、はい、そういうので使われてるそのコスメ、はいはい、化粧品、はい、とかをこうそのイベントの時にディスエンというか、おお、するんですよね。まあほんで一般の人はまあ、はい、いや美魔女コスメ体験者募集って書いてるんですけど、はいはいはい、一般の人募集してるんで、はい、そのステージでそのメイクをっていうかコスメを体験したいただいて、もうほんならみんなに見られもってってことですよね。そうですね。はい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 。でね、まあ少しでもこう美しい、少しでもっていうのは失礼か。そうですね。それ MC で言ったら怒られますよ、絶対。大ブーイングですよ、もう。ね、そっから出ていかんとダメですわ。ね、美しくね。そうですね。ね、何歳になっても美しく。あ、今、ラビッツプラン、沙織が、はい、ラビッツプラン流れてる、イエーイってコメントくれてます。はい、ありがとう。なん沙織見てるとか、お前、珍しいな、お前。どうせもう消してるやろ、どうせ。ね、な何してんのやろ。ねえ。沙織も、まあ、この前すごい頑張ってたんで、そうですね、はい、うん、頑張ってほしいですね、ラビッツプランも。今度ちょっとスタジオね、遊びに来てよ。ああ、沙織とか普通に多分来てくれてる、ね、あ来てくれると思いますね。はい、ね、どこまで説明したっけ。はい、まあ美魔女っていう感じで、はい、まあまあ、ね、これがね、日にちがちゃんと4月26日の土曜日、土曜日ですね、はい、で、協賛がライトオン、だからこれのあれですよね、ライブ出演者ステージでそういう服、そうですね、衣装を提供してもらって、ね、はいはい、ね、あとミキミキハウス、マム&ベイビー、はいはいはい、ABC マートさん、はい、で伊藤洋華堂奈良店さんに衣装を提供、はい、あとまあ ABC マートはあれですけどね、はい、靴ですね、津田美容室さんもは、あのあれですね、スタイリストの髪型とかです ね、髪型ね、そうですね、はい、はい、まあまあまあ、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、またどんどんイベントが ね、 そうですね、これからどんどん増えてくる時期なんで、本当にね、もうね、ハーズさんもね、なんかこう学生向けの、あ、そうなんですよ、イベントも今ちょっと頑張って集めてるんですけど、はい、まあいろんな高校にとりあえず声かけて、はい、っていう感じで一応やってるんですけど、はいはい、まあまあなかなかまだ今食いつきはそんなめっちゃよく、いや、ある程度、だから、なんすかね、ああ、出たい、出たいっていう子がいるんですけど、まあまあまあ、そこまで、こう、じゃあ出ましょうってすぐならなくて、予定がやっぱね、今の高校生忙しいんで、そうですよね。そうなんですよ。まあ、それで、学生本当に忙しいですよね、今の学生。いや、ほんま忙しすぎますわ。ね、もうゼミ、もうスタジオ終わったゼミ、塾があるから、すぐ帰らなあかんとか、スタジオの途中やけど、2人抜けて、みたいな感じとかで。はい。でも奈良県ね、軽音とか、はい、音楽、まあ音楽系のクラブ、はい、でブーとかあるのは、はい、でも20校近くありましたよね、ああ、そうですか、うん、まあでも実際その中でじゃあどんだけ動いてんねんとか、うん、まああるじゃないですか、うん、まあ、そんなとかもまあスタジオで聞いてたらいろいろ聞くんで、うん、まあまあなんとも言えないですよね、うん、数だけで言ったらそれはね、20ぐらいあるかもしれないですけど、まあ実際そのね、学校にまあ認められてないところもあるでしょうしね。あ、沙織くれましたよ、コメント。なんて来ました。見てるんや、珍しい、うん、わーい、スタジオ遊びに行かせてください、ミニーさんと初対談楽しみにしてますって。はい、ありがとうございます、楽しみにします。もっと沙織にコメントあげてください。ね、うん、いずれもスタジオに遊びに来てね。そうそうそう、コメントなぞっただけですよ。なんかメッセージあるじゃないですか、ドラムとして頑張ってますから、ね、ドラムね、はい、いや、なんか最近、ドラムで思い出した、はい、なんか女の子多いよね、ドラム。そうですね、なんかサンシャワーもそうだし、まあまあまあ、この近辺は多いだけで。そうなんですよね、なんかこう、ほんで結構昔女の子がその、はい、叩いや、そのなんか偏見かもわかんないけど、はい、女の子がこう叩いてるドラムって、はい、すごいなんか硬いイメージ、逆に硬いイメージがあったんですよ。ああ、硬い。うん、まあそのまあいろいろ昔ね、プリプリと、うん、プリンセスプリンセスとかあっても、なんかリズムがね、なんかすごい硬いイメージがあったんですけど、うんうん、最近の子本当になんかグルーヴいいですよね、女の。ああ、もうそれもサオリに向けて言ってくれてるんですよね。うんうんうん、サオリに言ってください、サオリに。はい、ね、
もう最高のドラミングですわ。もう最高のドラミング。ドラミングやな。ね、もう、もう頑張って。そうですよ。二人はまだゆっくり喋ろう。ね、またここへ来て真ん中に挟んで。真ん中に挟んで。言っちゃいますかね。こんなね、僕らみたいなおっさん二人に挟まれて。何も嬉しいことないですけど。本当にね。まあサオリもまた時間があるときに遊びに来てな。よろしく。そうですね。まあ本で本で、あとなんすかね。このイベントはまあまあそんな感じで終わりましたよね。はい。はい、また問い合わせの方は、ね、メールでこの、はい、diaznara.com で、ね、メール @diaznara.com、そうですね、ね、まあ、イベント自体の時間帯が、12時から15時まで、はい、そして場所、はい、場所がイトーヨーカドー奈良店4階イベント広場と、はい、そうですね、管理の欄は無料なんで、はい、ぜひ、はい、ぜひ来てください、遊びに来てください、はい、はい、そしてそして、はい、そして、まあ、僕個人的なあれなんですけど、はい、ちょっと今日、映画見てきたんですよね。何年かぶりにちょっと映画を ね映画見て見させてもらって、青春気分味わってきました、ね、そうですね、やっぱりこうなんすかね、この映画知ってます？皆さん、まあ、内容はじゃあのチェックはしてるんですけど、あ、ほんますか、うん、もうぜひあの大人が見に行くね、はい、青春映画と思いますんで、うん、ぜひ犬井さんも見に行ってきてください。そうですね、あんま内容言ったらあれなんですけど、まあまあまあ、うんうん、普通にこう昔のことを思い出したり、うん、学生生活とかいろいろあったじゃないですか、うんうんうん、思い出しました。まあ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 、そうですね。そういうのも思い出しいの、はい、はい、あとこの作曲家さんがそのね、はい、そうですよね、奈良の作曲家さんですね、海田翔吾さんっていう方なんですけど、はい、ぜひ、ね、すごかったですよね、はい、ユニさんまだ会ったことないですもんね。私は会ったことないですね。そうですよね、はい、まあ、でもちょっと内容はあんま言えないんですけど、はい、まあ、普通にこうどっちかというと学生の人とかっていうよりも、まあ、大人の方にいっぱい見に行ってほしいなって思える映画やったんで、うん、ぜひ見に行ってください、はい、ユニさんもぜひ行ってくださいよ、はい、いつ行きますか、日決めましょうか。ねえ、やっぱもうそんなもう僕ここだけの言葉とかいらないんですよ。やっぱりこういついつ、ね、いついつ見に行くとか、いつまでいつまでやってるんですか逆に。4月でも4日ロードショーなんで、あ、まだ、まだあるんですよね、はい、今月いっぱいとか大丈夫と思いますん で、はい、ぜひ行ってきてください。行きましょう。 Facebook でアップ楽しみにしてますよ、はい、はい、どこで見に行くかな。あの大阪しかやってないんですよ。奈良やってないんですよ。大阪がやってないの結構あれなんやね、あの数少ないんだね。そうですね、この前の作品の愛の渦って3月に公開されたやつなんですけど、でも最近の映画ってね、はい、劇場展開少ないよね。ああ、でもそうなんですかね、うん、まあ多いのは多いと思うよ、大型のそういう映画っていうのは、はいはいはい、は多いと思うんだけど、この間もなんかそのなんかメイクを連れて見に行った映画も結構大阪で 2店舗っていうか、はあはあはあ、とかほんで奈良に1とか、はいはいはい、うん、各県に2つぐらいとかね。そうですね、あんまやっぱやらないですかね。まあどうなんでしょうね、やっぱり展開すればするほどやっぱり出ていくお金も大きいんで、まあ、そういう意味ではね、その関東の方とかではもうすごい展開数なんですけど、まあまあそれはね、関東この関西っていうのが大阪、京都、兵庫と、うん、ね、うん、やってるみたいな感じなんで、結構ね、やっぱり今映画ね、ある程度その地方地方のマーケットを呼んでからこう上映とか考えるんで、あ、本当にその客は見込めないとこはもう最初から上映しないっていう、はい、ところもあるかもわかんないですよね。もう大人の階段を無理やり登ろうとする若者たちの心のモヤモヤを描く青春映画。はい、ユニさん、そんな若い時モヤモヤありました？モヤモヤ、はい、いっぱいありましたよ。ありました。うん、例えばどんなんですか、どんなんですか。モヤモヤというかね、日常自体になんかこう、はい、なんだろう、こう基本的になんかこう一箇所の場所とか、はい、そういうとこになんかこう例えば組織であったりとか、ああ、そういうのになんかし、あの、行けるのが嫌で、ああ、とにかく自由って動きたいタイプなんで、ああ、なんかこういつもなんかこう
中学時代とかでも、はい、こう窓際の席で、はい、ぼーっと外を見てるのが好きだった。あ、うん、とにかくなんか奈良から出たい出たいという。へえ。もう中学時もだから一番最初に奈良から出たいなと思ったのがだから中学卒業してすぐだったんで出たいと思った、はいはいはい。それなんでなんですかね。僕全然そんな思ってなかったんですけど。なんででしょうね。なんででしょうね。なんかいろいろ、まあその中学校入っていろいろオーディションとか、はい、大阪とか東京、あ、まあ、東京はあんま行かなかったかな。はあはあ、大阪方面とかオーディション受けに行ったりとか。あれ言ってはったのはそのジャニーズとタレント、あ、タレントじゃあ役者。ジャニーズかジャパンアクションクラブですよね。はい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 。で結局ジャニーズは何も返事来なかったんで、はいはいはい、でジャックの方に行ったんですけど、はい、ジャックかって別にその練習場が京都、大阪と京都だった。はあ、はあはあはあ。で京都、まあ中学校の時京都の方に行ってたんですけど、大阪と京都行ったんですけど、はい、でもちろんだから卒業、中学卒業して、はい、東京の方にやっぱり役者になるために東京に行きたかったんで。で行きたかったけど、とりあえず親に高校だけでも受けとけって言われて、はい、で受験勉強もせず高校受けたら受かって思って、はい、ああいいじゃないですか。受かった以上いかんのはしゃあないかみたいな、とりあえず3年間我慢するかっていうので、はあ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 。で高校卒業してもうとにかく卒業待ってすぐ東京行きましたわ。あ東京でも 何年か住んではったんですか。2年半ですね。だから学校が2年なんで、はあはあはあ、その後半年ぐらいは向こうで仕事したり、はい、まあいろいろしてはったんですね。いろいろしてて、うん、まあいろいろ事情があって帰ってきた、はあはあ、でも帰ってくるのも別になんだろう、こう奈良にもう東京いいからもう奈良に帰ってなんかしようって言って帰ったんじゃなくて、はい、もう一回東京を目指そうかなと思って奈良に帰ってきたって感じ。ほんで今東京を目指してはるんですよね。そうそう、今でも全然、うん、あの諦めてないよ。はいはいはい、うんうん、まあこれからっすね、うん、ほんだらね、うん、人生まだまだこれから。あ、そんな犬井さんも青春時代を乗り越えて、はい、犬井さんにとって大人になるって何ですか。大人になる、はい、大人になる、はい、多分まだ大人になってないと思いますね。まだなってないですか。いつまでも多分変わっ、中学、高校、学生時代と変わってないような。あ、うん、なかなか、そしたらまだ犬さん自身もそうですね、でもそういう、その大人に今なってなくてもいいんですけど、うん、じゃあ犬さんが今その大人になってない状態で大人になるっていうのはどういうことですか。大人になる、はい、あ、やっぱりそうですね。難しい質問ですね。え、やっぱり自分のやっぱ生き方に対して、はい、こうなんだろう、だからこうなんか今のこう いろいろやってきて、はい、こうまだやっぱ自分の中で答えが出てないわけです。あ、で大人になるっていう前に言ったじゃないですか、はい、だから結局自分の中で、はい、こうやっぱ今までやってきたことに対してこう、はい、まあまあ、納得じゃないけど何かしら答えが出るか出ないかその辺かなっていう。あ、うん、その答えが出る出ないっていうのが、うん、その、まあ、出る人は大人みたいな感じですかね、うん、あ、かなっていう感じやな。まあまあ要は結局自分の今までやってきたことで責任を持って、うん、うん、まあ誇れるかというか。ああ、はい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 、はい、感じですよね。でも難しいですねこれね、うん、ほんまにあのその問題質問がね、うん、かなり難しいです。僕もだって分かんないですもん正直。そうだから年齢で大人になったとかっていう感覚はないんですよ。なんかでも頭で考える人ってなんか大人なんかなって、ほんで感情のままね、何でも取り組んでいく人っていうのが、まあ子供って言ったら変ですけど、なんかそういうところもねあると思うんですけど、でもその子供が特に悪いっていうわけじゃないですし、あとはねやっぱり少し大人になるにつれて、はい、なんかこうやりたいこととできることの区別がなんかついてくる感じ。あ、やりたいことイコールできることじゃないっていうか。はいはい、あ、うん、確かにそれわかりますわ、うん、はい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 、この時でどっちかやりたいことばっかりあれやりたいこれやりたい、はい、やばい子供ってやっぱ好奇心旺盛なんで。ああ、でもその中で自分のできることっていうのをやっぱ探すじゃない。はいはいはい、うん、
はい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 、はい、うん、確かに、うん、何分だってやりたいことあっても、ね、はい、できないことばっかりをこう追撃しても、はい、前に進めないで、そうですね、だその辺なんですかね、大人になるっていうのは、うん、まあ、すごい難しい課題であれですけどね、うんうん、なんと言っていいのかっていう感じですわ、うんうん、その映画ではどうでした？いやちょっと何どこまで言っていいんでしょうね、これ見てない人ももちろんいると思うんで、あ、そうですよね、このストーリーを僕言えないんで、あんまり言ってもね、そうでしょ、 そうですよね、だからそこがすごい悩むとこなんで、うんうん、なんとも言えないんですけど、うん、でもその石田さんのこのコメント次第で、はい、行きたい見たいって思う人が出てくるかもわかんない、そうですね、いや、もうそういうためやったら僕頑張りますよ、うん、ただ僕アホなんでまともなコメントできないと思いますけどでも今日例えば、うんうん、今日例えばって変やな、今日例えば、もう今の持っていき方で間違ってるんで僕ダメかもしれないですけど今日例えばあのね、なんでしょうね、うん、いろいろなんすかね、僕だからこういう言葉で説明するの難しいんですよね、なんか自分の中の感情ではすごくね、うん、分かってるつもりなんですけど、うんうん、まあ、でもまあ僕の言葉をより分かりやすくしたものがこう、より分かりやすく表現してた、そうですね、だからこう、いやでも僕が単純に見て思ったのがやっぱ懐かしいとか、うん、そういう思いであったりとか、うん、ただその中でその青春時代にまあ見えへんこう闇の部分っていうか、うんうん、ああ、はい、まあ、その当事者やったら分からへん、うんうん、闇の部分とかもしっかりね表現されてたりとか、うん、だから結局その若い時って結構がむしゃらにいろんなことをやってて、はい、意外に自分のことが見えてなかったりとかするじゃないですか、はいはいはい、でも結構それをこう見せられて客観的に大人になって、はい、それをこう客観的に目視できたって感じ、ああそうですかね、でもそれでなんかこうその映画の中でもそうですけど、こうまあ僕らがこうそういう青春時代にこうまあ誰かにこう伝えれへんかったことを心の声として表現してたりとか、まあそんなんとかでなんかいろいろこうまあ青春ってこんなんやんねんなみたいな感じのことを思いましたね、はい、はい、兄さんもぜひ見に行ってきてくださいね、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします、見に行きます、はい、はい、っていう感じで、今日はゲストさんは、まあゲストさん、はい、まあ、ミュージシャンじゃないんですけど、はい、まあ、あのね、水泳作家のね、はい、あの強いさん、はいはいはい、今日はどんな話を、いや先週、はい、その、大橋さんと、はいはいはい、ね、その要はフィールドレコーディングっていうのをやってきたんですよ。ほう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 、知ってます？フィールドレコーディング、要はね、この、まあ、レコーダー、はい、ハンディのレコーダーとかも、はい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 、まあ、外のいろんな音をね、はい、こう収集っていうか、はい、あの街のノイズとかあるじゃないですか、 あ、はいはいはい、ああいうのを音を集めるの朝からやってきた、そのことをね、ちょっとね、ピヨさんからね、ちょっと話を伺えたらいいかなと。今日はね、さっきも言われてましたけど、レゲエシンガーのようないでたちで、まあ、ね、レゲエシンガーで、こうジャマイカあたりが、そうですね来ていただきました、そうですね、ジャマイカからジャマイカからそれでは一回ね、はい、入ってもらいましょうか、はい、どうぞ、ジャマイカから登場です、ジャマイカ、あ、なんでそっちになんかリバーブかかってますよね、あ、あれリバーブかかってますか、まあいいじゃないですか、声聞こえてたら、私ジャマイカにも分かりません、ジャマイカから、はい、いやもうめっちゃ日本語喋ってますから、日本語分かりません、ね、もうハッパダメなやつ、はい、じゃあ、はい、ヤマト弁でヤマーンヤマーンですね、ヤマーン、はい、すみません、あんまり知らないです、レゲエね今度なんか、ヤマト弁トークしません？え？ヤマト弁トーク、なんすか、ヤマト弁って、なんかね、面白いのね、ちょっと話取れちゃったんですけど、はい、なんか、この間ネットでね、はい、聞いたことですね、あのね、奈良県人会、まあ奈良県のね、はいはいはい、奈良人県、あの東京の奈良県人会っていうのがあるんですよ、
はい、要は東京にいてるその奈良県出身の人、はい、あれその奈良県人会のサイトに行ったら、はい、なんか大和弁のなんかこうなんか辞書じゃないけどなんかこうみたいなのがあって解説に出るんですよ、大和弁の。ほうほうほう。それが結構ね、笑えるんですよね。まあ、僕ら今誰も笑ってませんけど。まあ、見たら多分面白いと思うんだけど。どうしようか。後で出しましょうか。まあ、後でちょっと出してもらって。ちょっとネットで出しましょう。まあ、何より、剛さんね、登場してもらったんで、剛さんは今日は、まあ、先週の特番のことに関して、っていう感じで、今日は来ていただいたみたいで、ありがとうございます。何を大事かと言いますか、前回の特番はね、はい、偽石田さん、私たち、それちょっと伺ったんですけど、髪型をちょっと、もう、はい、兄さん聞いてないですか、ね、その間ちょっとつなぎで、もうね、髪型を、まあ、髪型を僕のようにはこういうふうに流して、前々からね、かっこいいな思ってたんで、いや、もうありがとうございます、マネをしたんです、まあはい、ガリまではいけなかったんですけどね。ガリも行っちゃってください、はい、ぜひ。そうですね、でも、はい、ずっとこのスタイルですかね。そうですね、ずっとですね、今だから根元これパーマ取れてきて寝てるんですけど、まあ、これまた当て直して起き上がるみたいな、はい、いう感じで、はい、ずっともうここ数年やってますね、この髪の毛は。はい、剛さんもずっと長髪で、はい、そうですね、まあ作家になってから伸ばしてますね。はい、いや、前を言いたかったんです。マジっすか。ね、だから、パフォーマンスの時は曲げを言ってました。はい、でも先週の、まあ、放送日、笑っていいとものを最終回にかぶせて、はい、こっちの特番やったってことで、はい、どうでしたか。もう楽しかったですか。いやー、もう視聴者一人みたいなね。はいはいはい。もうすごいすごかったね。すごい楽しい感じでね、楽しかったね。やられた、ね、裏番組がちょっとすごかった、ね。まあ裏番組今回ね、3月31日はちょっとすごかったんで、はい、裏番組がね、まあ、その影響でしょう ね、 ね、全国ね、なんか歴史に残るぐらい1ページだったらしくて、そうですね、見れなかったのは悔しかったね。さん、はい、あれはすごかったっすわ、ほんまに。でもそう、はい、私そういえば、まあ、石田さん来てなかったのに、はい、石田殿って結構呼びかけてたね。あれ、そうですよね。あ、ほんまっすか。石田殿、はい、なカメラに向かって ね、 ねえ、あれいつでしたっけ。何の話、何だった、何だったっけ。なんか、ね、石田さん休み日でしたよね。なかったよね、なんかね。僕はでも大橋さんの時か。あ、大橋さんですよ、多分。ゲストの時。はい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 、はい、うん。コメントくれよ、石田殿って言ってた。すいません、もうその時、ね、スタジオ、いや、正直3月31日は僕、ちょっと笑っていいとも見てましたね。ね、はい、見てましたが。笑っていいともですよ。でもその、はい、大橋さん出てくれてはった時は、はい、僕普通に番組はかけてたんですけど、うん、まあまあスタジオ閉まってなんで、ちょっとあんま集中して見れなかったっていう感じですかね。まあ年度末なんでね。そうですよ、忙しかったんですよ、ほんまに。はい、別に攻めてるわけじゃないんです。攻めてください、それやったらね。はい、ということで、なんか映像、画像出せました。はい、行けました。はい、大和弁見ますか。あ、大和弁見ます。いや、大和弁、もうせっかく話がうまく流れてたのに。どっちがいいですか。いや、もうそしたらもう映像行きましょう。大和弁も出した。とりあえずこの映像の説明をまずしてください。映像ですか。映像の説明、映像は、はい、ある春の、ある春の、ある春の一日、はい、早朝、はい、世界の大橋からね、我々に一通の指令書が届く、指令メールが届く。はいはいはい。5時55分に、はい、5555、はい、5時55分に、はい、幸福寺5って。あー、幸福寺5、はい、我々は、ね、なかなかお茶目でしょ。お茶目でしょ、やっぱ世界の大橋だけは。もう我々なんかわからない、とりあえず、とりあえず、私はビデオかな、そう、録音機材で、そうそう、持って、そっから始まるストーリーという。ああ、ほんますか、はい、ちょっと僕も見てないんで、ぜひ楽しみにしてます。はい、そしたら映像、動画の方をどうぞ。はい、5時です。はいはい、肩が出てる。これは万円堂です。はい、そうですね。
まあまあ、そんな気楽なもんで大丈夫。ほうほうほう。かぶせてもらう。うん。うん。あ、大橋さんですね、これ登場したのは。私とね、ちょっと本気材になって。ね、何やってんの？かなり怪しい機材を見せてもらっていいですか、お二人計測さん、ローランドの、はい、そう私はズームの、はい、そうコンパクトですね、そうですね、金の音するみたいですね、あこれ、ね、もっと暗かったです、うん、最初は、うん、最初というか、うん、この映像がちょっと補正されてるんで明るいですけど、あー、そうですね、もうほんまに朝なんで、あ、鹿が歩いてますね、奈良、奈良では、うん、奈良、奈良ではお目当ては鹿の鳴き声なんですが、うん、それまでにはいと言って、さらに指令が、新たな指令が後ついていくわけですね、はいはいはい、でこれが、ね、奈良公園のどんどんディープなつもり、これ映像は剛さんがずっと撮られてたんですね、はい、後追っかけて撮ってました、でこういうもう奈良公園のかなりディープなところに行ってきましてね、飛び火のとかこうしても減っちゃいますね、いつも飛び火のですね、はい、何をやってんねんこの二人は、ねねはい、でもね、早朝にここ来るとほんま良かったね、落ち着きましたね、規模気持ちがね、鹿逃げてないですねこれ、いや全然そうですね、全然そんなことないですね、フレンドですね、もう受けてますよ、そう、ね、朝なんでのんびりしてましたね、鹿さんものんびりしますね、飛び火の1本だけピュッとこう外に刺さって、1本だけってことね、すごい綺麗だったんですよ、うん、水たまりですかこれ、うん、そうですね、あ、3人で何をやってはるんやこの3人はほんまにバッチリだってってことですね、あはははは、予告編かな、流しますよ、もう3人で、ね、爽やかな朝を、なんかすみません、ましなんかこれなんすかね、そのまあノイズを取りに行かはった言ってましたけど、はい、ただの3人の仲良し動画にしか見えないですけどねこれ何考えてはるんですかこれ、ね、いや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 、なんかね、はい、こう なんですかこれは、ちょっとあのもうちょっと説明をね、普通に3人がこう幸福寺行ってなんか音取ってる感じのみたいな感じで、ほんでしかとちょっと戯れてっていう、おじさん3人がただ早朝楽しんでるだけの動画に見えるんですけどだからきついですね、はい、ツッコミがさすがこれはこれはどういうことですかね、そう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 、はい、でこの後、はい、そうなんですよ、夜本番なんです、はぁ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 、はい、うん、例えば本番の音とかっていうのは何ですかね、うん、あれはまた、あ、本番の音はね、動画が上がらないとあれだな、こちらからね、はいはいはい、大橋さんが、はい、うん、何でしょう、撮った音を加工して、はい、音を加工して、はいはい、はい、あそうなんですね、彼はそういうスタイルの作家さんなんで、はあはあはあ、で、まあ、僕はすごく興味があるので、はい、お願いして、はい、公開、特番で公開レコーディングで制作をしてほしいってことで、あで、リアルからはね、はい、写真がね、僕のこっち入ってるけど、ここで、はいはい、ここの、はい、テーブル前2つに、はい、あの机向かい、あそれ見ました、見ました、はい、それを知ってます、井上さんと大橋さん、大橋さんは、はい、うん、MacBook、はあはあ、ノーパソコン、はい、で、井上さんはアナログシンセで、はい、で割とあの音の絡みとかで、そうですね、はい、音の制作、単純な、だから、本当に鐘の音なんだけど、はい、こう、大橋さんの手にかかれば、はい、それがすごい複雑なね、こう、まあ、音色っていうか、はい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 、はい、音をこう、紡ぎ出していくような感じ、そうそうそう、あれはね、うん、全然鐘の音が鐘じゃないじゃんみたいな、あ原曲の音そのものを分かるのをするのが嫌なんですよ、ね、うん、ぜひまたそうしたらそのね、ムービー上がった時また、はい、見てみたいもんですね、うん、なんか、うん、そうなんです、あれね、説明したいんですけどね、はい、前回、
あ前かな大橋さんゲストに来られた時に、はいはいはい、まあ、あの石田さんが、はい、石田殿がお休みだったんですけど、はい、もう強さの中で僕は石田殿なんです石田殿石田殿です、はい、その時はたまたまあの侍風でやってたちょんまげ言ってたんで、あ、はいはいはい、ちょっとそういうあれで流れで言ってたんで、ね、設定だったんで、ね、今日はレギュラーシンガーレギュラーシンガーなんで片言で言ってもらうとダメですね片言でね、はい、難しい、いやちょっとめっちゃリフじゃないけど言葉切っただけでした今片言で片言ね、はい、いや 今から急に振られてもそうですよ、ね、困ったな、困りますね、うん、はい、うん、あ、まあまあまあそういうのを選手特番でやられてたと、そうですね、なんか、はいはいはい、で大橋さんがことことビート来られてですね、うん、で、うん、お話を聞いてたら、はい、その改めて再発見しまして、はいはい、でそこをね、あの大橋さんってファン、はい、水庫やってる水曜日番組持たれてるんですけども、あ、はいはいはい、あのイメージがほら、はい、なギターを構えギターを持って歌ったりしてるじゃないですか、ゲストさんも読んでほとんどトークのご自分の作品出さないんですよ、ほぼ。へ、あ、そうなんですか、うん、で BGM とかでも使ったらって言ったんですけど、やっぱなんかこだわりがあるみたいで、はあはあ、だからそうもったいないなと思って、でここに来て話を聞いたらすごい今持ってはるんですよ ね、うん、ね、結構ね音に対するこだわりもあって、はいはいはい、もちろんだからその最近でした映画のそういうこと、そうそうそう、あ、海田さんじゃないですけど、はい、あの映画 その音楽とかも手がけたりとか、あ、うん、でまあ、学生時代にはその電子音楽 の、 そのフェスティバルがフロリダかな、はいはいはい、でやったのにそのまあ入賞作品が入賞して、はい、なんか向こうにも行ったんです。へえ、うん、まあ、いろんな経歴をね、うん、お持ちで、そうなんですね、へえ、たぶんかなりシャイな方なので、はい、それ自分のそういう部分を、はい、僕と違ってね全然出せないんだろうなと思ったんで、ついあの、何でしょう、おせっかいな気持ちになりまして、ちょっとあの大橋さんをフューチャーして、はい、ピックアップしてこういうアーティストなんですよっていうのを伝えたかったんですよ、ね、っていうのがあったんです。まあ、おせっかいかもわかんないですよ。あの視聴者には伝わりました。え、視聴者には伝わりました。なんかコメントとかは一人な。全部あの、はい、まあまあ、全部裏番組に持っていたら。残念ながら。その時いいともやったんでね。大橋さんのファンがね。はい。まあ、いいともやったんでしゃあないっすわ。まあでもいいともには勝てないですよね。そうですそうです。ね。はい。本当にね。てかここなんかちょっと寒くないですか今日。そうなんですよね。暖房。暖房効いてます？入れてるんだけどな。ほぼ外ですやんこれも。ね。ね。いやまあ全然いいんですけど、はい、まあ、まあそれで剛さんも、はい、まあ、新年度始まりましたけど、はい、ありがとうございます。剛さんの番組とか、うん、これからどんな感じで今年はやられますか、はい、ね、まずね 各月から、はい、毎週になりました、はいはいはい、なんですよ毎週月曜日、はい、毎週月曜日時間帯は変わらずですけど、はい、前ね、はいはいはい、あの各週だったんですけども、はい、毎週になりましたので、はいはい、これから、あれですね、石田殿とも毎週顔を合わせることになります。またよろしくお願いします。はい、よろしく、ね、今年度も、はい、今時間の方は、はい、ちなみに何時からですか、8時から9時。月曜の8時から9時なんですが、はい、だいたい30分伸びる勢いですね。ね、ああ、はいはいはい。いや、でもいいじゃないですか。ね、はい、全然番組的に1時間半、90分番組で。もう組んでいかはったらいいんじゃないですか。60分より僕的には短縮をして、はい、その分あのコンスタンスに、はあはあはあ、長いとやっぱ見る方も大変だったので、はあはあ、っていうのもあって1時間というふうにしたかったんですけど、はい、なかなかいつも何の影響でこう伸びるんですか。あ、今日はあのこの方がすごく喋りはったんで、あ、今日イネさん出てたんですか今日は。あ、そうなんですね。今日もイネさんがもう私が喋ってた。取ったらもうどんどん喋ってる。そうそうそう。みたいなね。ちょっと喋りすぎだ。ねえ。でもいつもそうなってますからね。いやいや、ね、仲良しなんですね、お二人ね。なんかそんな空気がすごい出てはって。いや今度だから大橋さんと鶴瓶さんと私3人で、はい、ちょっと新ユニットでも組もうかなと。そうですね、なんかこうディアズナラのキャラクターのキャラクターですなってくれはったらキャラクターなんですキャラクターなんや。いやキャラですよ、もうあんな幸福寺の動画見せられたらもうトリオの芸人ですわ。トリオで何ですかもう、あの芋筋トリオみたいな。そうそう、もうそんな感じでやってくれはった僕も応援します。さ、俺 YMO って言ってたらいいな。やっぱり石田さんも入れないと。いや僕大丈夫っすわ。僕ちょっとあのね、ちょっとまあ皆さん即答で断りました。年齢がちょっと下なんで、即答やっぱりその3人のノリに僕ついていけたらダメなんですよ。僕まだやっぱ人生経験、はい、短いんで。まだ若いから。はい、すいませんね。芋筋その辺はもう。いいですね。
ね。逆にそういうのを鍛えるっていう意味で、あのうちの水本くんとかよかったら入れたってください。水本くん。ああ水本くんね、はい。だって番組に来へんねんから、それぐらいねユニットとかで出演するときはぜひ呼んだってください。ね、うちのスタッフいるんですよ。はいはい、名前だけはよく何度か、はい、よく伺うんですよ。ブッキングしてください。はい、全然行けますんで。はい、何ができるんですか。そのでも何でもできますよ。何でもできる、はい、ああ何でも強さんが言わはるとか何でもできる、ね、ぜひぜひ腹へそで茶を沸かすとかできますか。まあもう全然いきます。でももうなんか見てたら怒るで、ね、いや全然大丈夫ですね。まあぜひね今年ねことことビーツもこう、うん、まあまあ、ね、今日は1回目っていうことでね、うん、ゲストさんちょっと呼んでないんですけど、うん、そうですね。まあまあ、ね、水元君にも来てもらって、はい、そうですね、はい。まあ、来週からはね、うん、またゲストさんも入ってきますし、うん、はい、まあ、もちろんゲストなしでもね僕ら番組 ねどうやってこう、うん、楽しい感じで盛り上げていくか。そうですね。ユニさんちょっと普段ムービースタジオに撮りに来てくださいよ、うん、高校生とかの。あ、そうですよね。そんなんできたらいいじゃないですか。そうですよね、はい、いやほんでね夏休みとかに、はい、なんか高校生スペシャルもありかなと思って。ことことび昼っすか。特番昼間とかね。はいはいはい、中継月時間で、うん、夏休みとかね。だからソロも兼ねてぜひ今度はスタジオでムービーを、うん、まず高校のムービーを撮りに行って、うん、行ってそこからつながりねできて、うん、じゃあこんな番組どうやみたいな感じでいいじゃないですか、うんうん、ね、どうやってどうやでいいじゃないですか。どうやみたいな。どうやってどうや顔で、どうや顔で、どうや顔で、うん、何を言ってはるんですか。ねえ、ねえ、どうや、ねえ、日本語わからない ね、 ね、 ね。遅いです。もうだいぶ喋らはった後なんで、今日本語わからない言われても。お前、ね、じゃあ、はい、いやちょっと大和弁講座でもしますか。いや大和弁講座、まあ何のためにやるかわかんないですけど、まあ井上さんがそれで嬉しいんやったらやりますわ。それよりは単に面白かった。いやほんならちゃんと僕らに説明してくださいよ。ね、いや大和弁ってこんなにいっぱいあるのかなと思って。ああ。うん、もうね、ジャマイカの言葉しか分からないよ、はい、見えないです ね、 ね、それだったら僕ら完全に見えないんで、ユニさん説明していってもらっていいですか。はい、方言と意味、はい、はい、何々から、はい、以来思いな10キロからあるでっていう、何々以上っていう意味、はい、うん、から、はい、どんどん行きましょう。はい、これは突っ込まれていいか。そうですね、意味、はい、はい、あ、どんどん言ってください。はい、あの、行こっけ、はい、行こっけ、それっぽい感じで言ってください。行こっけ、大和弁で行こっけ、どっかどっか行こっけ、ああ、まあ、言う、いや言わないですね。言わないよな。いや私あの大阪で、どんどん言うんですか。また紹介を先にしていってください。大和弁は分からないです。一個ずつ止まらず行こっけ、したいっす、言いたいっす。いやもうもうそれは普通にパシる言葉ちゃうの。もう言いたいっすって書いたの。俺言いたいっすみたいな、うん、何々しているっていう、はいはいはい、うん、で何へしはる、それはまあね、うん、何々そういうのね、それはなんか、ね、えらいようしはるなって、うん、あれならなんですか、ね、俺が求めみたいでしょ、うんうん、それはまあ普通に言いますよね。なんか、アイヤコってわかります？アイヤコ、うん、全然僕アイヤコで使いましょうって。いや、まあ、初めて聞いた。もっとガンガン言ってください。アイヤコ、どんどんアイヤコ、わかんないです。なんか当ててくださいよ。いや僕だからどんどんわかりますわかりませんって言っていくんで。え、アイコみたいな。いや、共同とかいう、アイヤコ一緒になんか使うっていう、はいはいはい、うん、アイヤコでやりましょうかみたいな感じかね、うん、ね、うん、なんか変わって分かりにくいのないかな、うん、多分あの松岡さんとかね、こちらのオーナーの方は、はい、あの奈良市の確か出身で言ってたんで、僕もでもずっと奈良市、何言ってはるんですか。だって書いたんで、さっきからね、ちょっと待ってください。ヤマト弁ヤマト弁言うて、誰かちょっとでも僕ら分かんのかな思ったら、どれもほとんど分からへん。分からへん。いやだから、これをやって、やろ、誰が嬉しいんですかこれ。全然面白くないですよこれ。大事、そんな言うって話じゃない。足出す慣れてますね。アトニャ、アトニャ言わないんで、アトニャ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 、奈良ネイティブの人だと受けるんやろな。ですかね。全然でも使わみませんしね。我々はね。あと先日はっていうの。あ、全然わかんないですね。ちょっともうちょっと分かりやすいのどっちかというと言ってもらっていいですか。さっき。いいよ。
まあ、全然わからないですもう魚、ね、じゃあヤマト弁講座はここまでということで、はい、やめよう、まあね、ありがとうございました。はい、なんかこうクイズにしたら、そうですね、まだそのパネルみたいなの作ってたらいいですけど、クイズにしようか。ちょっと今の誰も喜ばないですよ。なんかせっかくなんで、今度クイズにしよう。はい。今、つよしさん押してくれはったよ。なんでもう一回押したんですか、今。いやいやいや、まあまあ、ね。二度押し。はい、二度押しで。二度押し、三度押し。まあまあ、ちょっと音楽番組なんで、はい、じゃあ最後にちょっと今年注目のアーティストっていうのを、ね、はい、井出さんから言ってもらって、つよしさんも多分、ね、番組何回か見てくれてはるんで、はい、まあまあ、曲とかもね、聞いたことあると思いますんで、はい、注目を、はい、ぜひ。ミニさんからどうぞ。え、それ奈良のってこと？奈良のですね。ああ、やっぱり枝毛かな。枝毛ですか。枝毛でええのか。はい、いやいや、自分で言ってどういうことですか。スピリットエンドだ。ああ、スピリットエンドで英語です。はい。ちょっと言っとこうね。ガールズバンドの注目のポイントは、なんか面白そうだなっていう。はあ、はあはあはあ、いろんな意味で成長、成長、これからの成長も含めて。おお、まあ面白そうだなと。おお、はい、はい、もう以上ですか。あとなんかこう音楽的なコメントもよかったら。音楽的なコメント、音楽的なコメント、はい、いや、まあなんだ、一回、あれいつだっけ、なんかなんすか、何の時やったっけな、一回ライブ見に行ってるんですよ。あはははは、スプリットエンド、え、マジバジルの時だ。ああ、そうですね、出てましたね、名人タウンだっけ。はい、あの時か。はい、あの時にちょっとまあ初めて、うん、聞いて、まあ確かにね、まあ、映像にはちょっと荒削りのとこ、はいはいはい、若干あるかなっていうのがあるんだけど、はい、なんかサウンド的に面白かったのと、はいはい、なんかキャラが結構面白かった。キャラが面白かった。以上で、うん、以上で、はい、はい、ということで剛さん、はい、剛さんは、はい、ここで何組か見られて、まあまあこれはちょっと耳に残ったかな的なバンドってあります？はい、そうですね、同期さんが、はいはいはい、まあ、暑かったなっていう。暑かった、うん、暑い、うん、好きです。ああ、はいはいはい、あとボーカルがね、はい、同郷だったみたいで、同郷なんかな、あ、うん、まあ、ご近所だったな、肩の肩の開かったという、うん、ああ、そうなんですね、はい、で地元のね、私の、はい、地元のフェスティバルとかに出てくれてたみたいなんで、へえ、はい、まあ、そんなんでちょっと応援したいなみたいな。そうですね、ほんで、はい、こう住江ともこう交わる音楽ね、やってはりますし、はい、はい、ぜひそんなコラボもあったら楽しいかなと、うん、ね、思いますね、はいはい、もう一つあるんですけどね、はい、どこですか。先週、はい、先週末にオーシャンブルバードで、はいはいはい、イベントがあった時に、はい、まあ、大宮の商店街 の、はい、文化祭っていうイベントやったんですけども、はいはいはい、あれで、まあ、ライブペイント、まあ、スミのライブペイントしたんですね、ピアニストさんと、はい、っていうのが先週 の、 話で、はい、この一つ前の私の番組でも映像を流したりしたんですけども、はい、でまあ、その時に、呼ばれてたシンガーさんで、レゲエシンガー、奈良出身の、はい、ミーナさんという方がいらっしゃって、あ、一回出てましたよね、はい、で、あ、ね、そうそう、ディアズ奈良のファッションセンターに出てはったんですね、うんうん、そうそう、はい、なかなか歌も上手でしたけど、はいはいはい、なんかこうパッとこう観客の気持ちをつかむのが上手な人が印象がありましたね。これはなかなかやるなと思って、だって奈良独占 FM でも DJ やってはりますもんね、はい、確か、そうそうそう、ね、そうなんですよ、で見事キャッチされまして、私来週そのゲスト出演に、あ、おめでとうございます、はい、ということで、はい、まあ、ラジオなんでこんなトークでいいのかどうかはありますけど、はい、まあ出ることになりましたので、はい、お二人のこともお伝えしておきましょうか、はい、ああ、ぜひ言っておいてくださいよ、うん、まだこちらには来られてないんですね、この番組自体はまだ来てないですかね、コトコトビーズには来てないよね、ああ、またでも言っておいてくださいよ、そうですね、はい、そうします、はい、お願いします、ね、はい、同じ番組のコトコトビーズになりますんで、はい、ってことで、はい、そのファッションショーの時はたまたまブッキングできたんですか、ファッションショーの時は、うん、あ、じゃあなんか違うルートで来られたんですかですかね、ファッションショーの時、いや、以前だから、その、道化師だっけ、はい、ああ、そうか、出たからや、道化師が、その、ミーナさんのその番組に、うん、ゲストで出たんですよ、はいはい、うん、で、そのつながりで、うん、ファッションショーを紹介、ああ、そういうこと、うん、
わからない。じゃあ、ね、うまいこと言って、うまいこと言ってお伝えしておきます。はい、この番組にうまいこと言っとくって言やらしいね。やらしかったなって、やらしい、ね。はい、じゃあ私もお邪魔しましょうか、もうこの番組に。ああ、まあ別に、まあ、でもいいです、音楽つな、大丈夫です、大丈夫です。イリンさんは他の番組はいっぱい行ってるんで。ああ、そうなんだ、はい、ね、はい、ね、そんな感じです。はい、そんな感じで、そんな感じで、まあ、はい、やっぱレゲエってね、はい、そうですね、レゲエ面白いですね。はい、次来るとき、次出してもらうとき何なのかね。またなんか変えなきゃ。次はレゲエの次は何で行こう、何で行きましょう。でも一回僕のそのね、髪型やってあったんやったらそれみたいですけど、あ、いいですか、また、はい、それね、アフリカンとかドレッドとか ね、 やりたいね、ドレッド、ね、やってくれはったらドレッドは大変。でもドレッドでも多分耳ぐらいまで、多分短くなると思いますよ。あ、ね、はい、でも何個もんか、あの一人じゃ無理、ね、石田さんの髪型は何日やで、僕これなんすかね。そうそう、今日はあの石田さんのことを深く突っ込もうという話だから、全然本来二人とも僕のことを突っ込んでくれてはるのはいいじゃないですか。うん、ね、どういうことですか。いじりましょうか。髪型から。髪型から。髪型は、まあ、さっき聞きましたけど、はい、結構長いこと。なんかいいか、昔の写真とか見てみたい気がしますよね。昔僕も丸坊主で、ゴリゴリでしたね。ゴリゴリ。いや、もうずっともう B-boy キャップかぶって、丸坊主で。あ、そっちやった。ああ、だって、そのままね、ラップとかやってたんで。あ、そうなん、そっちなんですか。そんなんなんで、そっからやっとできた髪型がこれですね。あ、もうそれまでもう丸坊主でずっとキャップかぶって、みたいな。あ、そうなん、はい、そうですよ。いや、ドレッドはそっちなんですね。そうです、そうです。ドレッドもやってましたし、19ぐらいの時、ドレッド。あ、ほんまに、はい。へぇー。何すか、それ。僕のこと、掘る言うて二人とも、へぇー。おぉー。どっかになってもんか。ほぉーみたいな。まあ、ということでね。人に歴史あるんですね。まあ、もう1時間経っちゃったんで、時間も。皆さん、来週への意気込みも含め、来週の告知。来週ゲストだっけ、アナン君だっけ。そうですね。ですね。来週は、アナン、りょうすけくんですね。はい。はい。ちょっと画面切り替えてなかった。そうそう、ね、ね、毎回のオープニングの画像、変わってるけどね。そうですね、来週は、以前はなんか、バジル。そうですね。今はなんかソロでね。そうですね、違いますね。活動してる感じ。はい。ソロ、まあ、一応でも、なんだろう。なんだっけ、ひろしくんだっけ、はい、あの辺も結構絡みはあったりしてて、でもソロだ、ソロですね、うん、はい、ね、うん、ね、ということで来週は阿南亮介くんがこのスタジオに遊びに来てくれます。それじゃあ、はい、今週も、はい、バッチリだぜー、これなバイバーイ。ちょっと待ってください、ユニさん。ちょっと待ってください。今のバッチリだぜって今のなんすか？え？今のなんすか？最近それになったの。これどっからそうなったんですか？ちょっとぐらい振ってくださいよ。え？我々対応しようがない。なんか一緒にしたい？違う。それなんすか一体？え？どっから出てきた？これ？どっかの番組に出てきたんすか、そのキャラ？これ？ようなんか思いついたやつやね。この間の直感で思いつかはったんですか？いや、この間の時に思いついた。あ、ほんまですか？ほんならそれもう一回最後やってもらって、はい、お願いします。また来週もよろしくお願いします。お願いします。はい、また来週も見てね。今週もバッチリです。今は君は誰になったとしても、ハッピー